はい、皆さんこんにちは、フラワーティーストシンです。今日はこの花材を使ってこう縦にねこう長い花束を作っていきたいと思います。なかなかねこう縦に長い花束って作るのを見る機会がないと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではね、早速作っていきましょう。どうぞはい、では始めていきます。ただね、こっからが違うんだな。フラワー TV では初のアングルで花束の制作を撮ります。皆さんの目線から見た図、要するにこう花があって、こう目線から見た図で花を制作を撮っている、初の試みです。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まずはこちらのカラーですね。カラーはこう形を整えて良い形にしてから持ちます。でこう2本目のカラーもこう形を整えていきますね。もう1本カラー入れます。はい、カラーを3本入れます。その時にこう若干カラー3本の高さを変えていきますね。あまり極端に変える必要はありません。はい、次にこちらの百合を入れます。こういう感じですね。はい、そしたらここでかすみ草をね少し入れましょう。はい、そしたら次にこの赤バラを入れていきます。赤バラは一番、今回は最初は一番後ろの方からね入れていきますね。長い方から入れていきます。こういう感じです。はい、次にまた赤バラを入れます。その時にやはりここのステムは全部スパイラルになっていることが大事ですね。はい、ここらで少しこうゴッドセフィア、フロリダビューティーをね入れていきましょう。はい、そしたら赤バラをまた入れますね。こういうような状態です。はい、そしたらここでまたカスミソウを少し入れましょう。はい、それでここでまた反対側ですね、今度こちら側向かって左側にバラを入れます。はい、でもう一本バラを入れますね。はい、こういうような状態です。そしたら最後に、あ、最後にじゃない、もう一度フロリダビューティーを入れて、でこの締めにですねこのモンステラを入れていきます。まずは裏側に入れました。と表側に入れます。はい、こちらで完成です。ではバンディングして結束をしてね縛って皆さんに机の上でお見せします。はい、机の上だとちょっと見にくかったんで僕が持って撮影をします。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。結構こうこの目線アングルはね撮りづらいです。なかなか大変なんですけど、また機会があったらまた目線アングルでやってみたいと思います。撮りづらい、もしかしたら編集まで見てないですけど見づらいかもしれません。まあもし見づらかったら勘弁してください。初の試みということで、ではね、今日はこちらの花束、これは贈呈なんかで使うね、こう贈呈なんかで使う花束ですね、こちらで決まりです。
また違う色合いなんかのバージョンもアップしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録は特にね、お金なんかかからないので、お気軽にチャンネル登録してください。あと皆さんのこうブログとかね、ツイッターとかフェイスブックとかでどんどんこの動画をシェアしていただけると、どんどんこう広がっていきますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time.